日韓併合の真実がここにあるかもしれないよ。小槌チャンネルようこそ。今日は昨日の続きをやろうと思いますが、うん、昨日の続きというと朝鮮の千倍、はい、あのちょっと予告したけども、はい、朝鮮の千倍というあの文献を私昔かあのタバコ関係の文献も一生懸命集めてますから、はい、買ってたんであったはずやと思って、見たら、まあ、出てきたんですよ。そうですか。なかなかこれがもう一回見ると中身も充実して素晴らしい本で、これは、でしかもこれは非売品ですか、うん、これはね朝鮮総督府の専売局で、うん、結局内部資料として結局、関係者に配るための本なんですよ。つまり外部に宣伝するためのものないと、うんうん、そうそう、それから専売概要特別号を置いて、まあ、こういう本なんですよね。なるほど、うん、それは面白そうですから、これはなかなかね、うん、いい本ですよ、ええ、うん、よく買っといたな。ぜひ中見てみましょうや、うん、中身見てみますか。それでは見ましょう。まずね、第一ページ開けたところにね、ええ、専売局の工場の前景がありますね。ありますね、はい、でその下にね、これね、朝鮮専売家、専売そんな歌がわざわざ作ってるんですか、うん、これをちゃんと北原白秋に北原白秋が作詞させてね、作ってるんですよね。へえ、うん、なかなかきちっとした力入れてますね。力入ってますね。で、これ、工作の最初のその植え付けるとこから、ね、結構細かいとこ書いてますね、うん。水やってる、水やりしたりしてるとことか。で、そこに、そのタバコの収穫高、収納高がどう増えていったかっていう、大正10年。大正10年に。がこれで、うん、昭和15年に3倍近くなってますね。うん、ほんで、工作人員も最初、8万人ぐらい、8万6千人ぐらいから、13万と、ね。13万と、そういう、それから従事する人も増えてる。だから事業としてはかなり朝鮮に貢献してるわけですね。すごいですねこれ、うん、へえ、うん、で収入なんかも一般平均賠償金高で、賠償金高っていうのは結局その農民に渡すお金がどれぐらいかっていうね、結構増えて、これも増えてますよ。それも最初は45円から56円になってますからね、平均ですね、うん、平均で。で、それは、今のは内地とか、一般あたりか、うん、種類によって内地の種とか、うん、外地産の種とか、そういうのの工作人がどうなっていくかという、そういうのを集めて、それで全体の平均で言っても、最初は30円ぐらいやったんが、そうですね、昭和15年には74円。倍以上じゃないですか。倍以上。だから、一般のその、作業してる人も収入が倍以上増えてる、ね、この話ほんまやったらね、うん、15年、大正10年からやから20年間の間で倍以上、収入が増えてるわけですね。それは素晴らしいですね。だから非常に1000倍にしたことで売る。でこれはタバコの耕作地の写真ですわな。あ、結構野原が広がってね、うん、そういいですね。でこれタバコの花ですよ。花ですか。うん、タバコの花なかなか綺麗なもんで。なるほど、組合も作られていたわけですね、うん。そうですね。あ、すごいこれいい笑顔ですねこれ。ね、タバコを収穫してる女の人の、まあ、記念写真的なもんやけど、もうニコニコしてね。ニコニコしてますね。儲かるんだよなという感じですか。ね、楽しそうに仕事してますよね。はいはい。あ、これ。これは運んでるとこ。これも工作してるのは女の人かな。と女性っぽいですね。ね、女性っぽいですね。で誰も見ていないですね、うん。自分で一人でやってるって感じです。そう。それからこれはその畑の様子ですな。作業小屋がちょっとあったりして。あ、これは。これは選別した。葉っぱを選別してるとこです。そうですね。ね、それからこれは、乾燥さすためのね。うん、作業ですね。乾燥室の、木を、つくべてる人間ですね。作業室の図も載ってますね。図も出てますしね。ええ、それから、これは収納って、そう、運んだり、うんうん、これが、多分日本人でしょうね。この写真集です。面白いのは、ええ、ほとんどそういう監督してるような日本人の姿がね、映ってないです。これだけですよね。このページだけですよね。どうも価値を見極めてる仕事の人みたいです。京城地方専売局という8匹で、じーっと見てる。ええ、でその横の人も、多分洋服着てるから、うん、専売局の人でしょ。ほう。
チョキみたいなちゃんと着てるからね。だからその人が着てるんで、案内してるんでしょ。あ、なるほど。今日写真撮りに来てるから。うん、なるほど。そういうことですね。それからこれは、どういうふうに運んでるか、そういう、貯蔵してる様子とか。それからか再乾燥って書いてます。うん、乾燥はね、タバコは何遍も乾燥さすんですね。そうなんですか。乾燥させたりね、湿らしてね、それからちょっと発酵させたりとかね。そうしたら美味しくなるんですね。いろんなことやるんですよね。へえ。だからそういう作業。なるほど、ね。これはその、乾燥したタバコを詰めてるんですね、大きい樽に。なるほどね。うん、で、樽に詰めて長いこと置いたりするんですよ。で、これ、タバコ製造っていう部門になって、もっと具体的にね、どういうふうに、やってるか、原料倉庫から調和原料を出して、はぐみを、の包みを解くとか、しつろいて、ちょっと湿らす、それから再閉っていうのは、柄ですね、軸になるところの、いらんところ、白いところだよね、うん、取ったりとかね、そういう細かいこと、それから加工配合って、細かいやつですね、香料を入れて、ちょっと、味付けするんですね。なるほど。とかそういうことの一連の作業はこうですよっていう流れを書いてるわけですね。で、これがその当時の銘柄製品ですよね。出来上がった製品を、うん、こういう流れでこういう製品ができますっていう。多分ね、200社ぐらいあったと言ってますけど、うん、どんどん数は減って、その利益を出すようにやってるんですかね。例えば。そうそう、独占状態やしね。そうそうそう、数を減らし、うん、種類を減らして、うん、まあ価値を上げたんでしょう、ね、そうそう、能率も良くなるしね。うん、だからそういう作業、ずっと一連の作業が、これなんかも、その、選別してるんですな、タバコの葉っぱを、一枚ずつね。そういう選別は、まあ、女の子が、女工さんがやってる。女工さんが多いですね。うん、やっぱり、これは日本でも一緒ですね。まあ、そりゃそうか、うん。これは巻きタバコにする機械。これ男性だな。うん、ほんまや、女工、女性が多い。うん、で、これはタバコの、箱へ詰める。だからそういう単純作業は。箱が上にいっぱい乗ってる。何なんです、これは。いや、できたやつをそこへポンと掘り下ろす。そんないい加減な掘り、捨て方してるんですか、これ。で、とりあえずまた後で、あれするんでしょ。これ箱行ってみんなも、この箱のバケツかなんかやでしょ、これ多分。うん、持っていて、ピッと持っていて。そうそう、そうでしょうね。なんといういい加減な。だからなかなか、そういう、素朴なとこが面白いですよね。そうですよね。うん、これ面白いな。あ、で、一応ここでまとめるんですね。うん、とりあえずは。これは、箱を、箱に乗り付けしたりとかね。はいはい、そう、細かい作業。手作業なんですね、うん。で、こう、積み出してるとこまで。あ、なんか、ね、昔のアニメで見た。こんな感じ。ね、第八車で積み出してるよね。車じゃなしにね。で、行員の一日っていうのが、こう、出勤してるとこから。今で言うとこのラジオ体操みたいなもんですね。そう。それで、まずは、広告新民の誓いの歌ですか。そうそう、あるんですか、こんなの。うん。結局、天皇陛下の、あれに、お礼を言うようなことですな。すごい、やっぱりね、すごい、ね、だから、これは、かなり、角度何度で、お辞儀制とか指導があるんですよ。トヨタかな。うん。うん。なるほど。すごい面白いですね、これ。うん、だから、様子がね、よく分かって。で、これは、印刷工場っていうのは、うん、要するにタバコの、箱の印刷をするだけの工場が別にあるんですね。なるほど。で、それ、これなんかは、その印刷、出来上がったやつを検査してるんですけど、男、女の人ばっかりね、やっぱ検査とか、そういう割と単純な作業は、女の人にやらせてるんですね。次重要なのが販売なわけですね。販売ですよね。うん、あら、販売は。美味しそうにすいますね、うん、この人。その、タバコっていうもの、タバコと人生って書いてある。そうですね。タバコっていうのは、この、おばさん、美味しそうにすいますよ、うんうん。で、こっちの、これも、ね、これ朝鮮人の格好ですね。朝鮮の、うん、の衣装。うん、貴族の格好ですよね。朝鮮の、こういう帽子かぶって。すごい、様になってるところがすごい、うん。で、長いキセルでね、なかなか面白い。メガネかけてね。面白い写真ですね。それから、配給の様子ね。あ、で、ここに面白いね。タバコ引き換えっていう、こういう看板代わりのこんな旗やね。おうおう、それも何なんですか、ここでタバコ配給しますよっていう。配給制やったんですか。配給、はい。うん。結局もうこの自分、これ昭和16年ですから、ね。ああ、もう戦争寸前か。戦争。うん。戦争が始まってるから、タバコはそう自由には買えない。あ、そういうことやってたんですね、うん、もうこの頃から。うん、だからそれを船で積み出したり、自転車で運んだり、これ第八車ですね。自転車で運んだり、第八車で、ああ、ね、
車のここの、これは、あの、専売、向こうの専売局のマークなんです。専売局のマークなんですね。霧のね、日本の五山の霧みたいなマークですな。で、これが当時の、銘柄ですか。この銘柄。昨日見たものと比べた地味な印象ですね。うん、それから、専売になってからは、競争がないわけですから、ね。まあそうでしょうね。だから無理にデザインで競争する必要ないわけです。なるほどね。だから印刷費のかからんように、はいはいはい、うん、簡単に作って。そして利益出すと。そうそうそう、そういうこと、ね。大量生産で。だ、うん、から、それでも、軍隊用とかね、外国用とか輸出用とかね、いろんなものがあるんですよ。わかりました。そこだけで、うん。そして問題はこのアヘンでしょうね。もうそれ続きです。すげえ気になるところですね、アヘンは。アヘンはね、朝鮮人は、朝鮮人も中国人も当時ものすごく吸ってる。別に。アヘン戦争だろうぐらいから。うん、禁止もされてないわけやし。アヘン禁止じゃないんですかね。うん。それから、タバコと一緒なんですよ。今、アメリカなんかマリファナ禁止されてないのと一緒で。まあ、そうですね。ね。それから、単なる嗜好品だったんやけども、やっぱり弊害が多いから。まあ、問題がありますからね。うん、それから、日本では禁止してるわけやから、ええ、それから朝鮮もこの際禁止しようと。ええ、で、アヘンの取引やとか作る、消しの栽培とか、ええ、そういうものも全部統制しようということで、専売の中へ組み入れられたんです、ね。なるほど。うん、まあ、アヘンは、で、これもアヘンの栽培、これ消し畑ですよね。消しかなとか言ってましたね、昔、うん。あら、これ、子供と一緒に楽しそうだね。消し積んでる女の子ですよね、積んで、ええ、持って行くんですよね。これも朝鮮人の方かな、その小さい、まだ、10ぐらいになるかな、なんかの、子供ですよね。子守りしながら運んでるんですよね。うん、まあ、日本でも昔の光景でもありましたね。うん、それからこういうその消し畑の様子、それからそれをどういうふうに積んでるかとか、それから消しの、消しというのは作り、ね、うん、結局花の後の消し坊主を傷つけたら乳液が出るわけですよ。ああ、それで作るんですか。削り取って貯めるわけですよ。だから咲いてるとこ行って、その女工さんなり女の子なりがそういう作業して、うんうん、こういうふうに集めてくるわけです。真っ黒ですね、うん、真っ黒なのかな、うん、黒いね、こんなんですか、アヘンって、うん、でそれをちゃんと今度は研究員とかそういうのが、まあ、やるわけですな、うん、それで出来上がった製品がこれっていうわけ。あ、モルヒネですか、うん、モルヒネとかアヘンそのものの、粉末とか。何使うんですかね、これは。いやいや、それからアヘンの結局、モルヒネ作るための材料の状態で保存したり、いろんな状態で。なるほどね。ほんで、そういうモルヒネするためですね。うん、ほんで、これはここにその乳液、要するにアヘン取るとき傷つけたら、乳液が出るやつを削り取るための道具ですか。材料ですね、道具。なるほどね。入れ物とか。こんな使ってたんですね。うん、だからなかなか原始的な作業なんですよ。そうですね。だから今でもタイなんか同じことやってるわけですね。ああ、そうなんですか。うん、こういう。で、最後は塩ですか。いや、最後じゃない。これ、塩の他にまだ。ああ、もう一つありましたね。あるんですよね。うん。で、塩は。塩はもうね、どこでも世界中、一番人間にとって大事なもんやから、専売。そうですね。ね。これはもう。あんまり日本と変わらないですね。うん、中国なんかでも、前漢後漢の時代なんても、塩専売法があるぐらいでね。うん、これなんか塩にこう、船に塩を入れて積んでるんですね。積んで運び出してるとこですよね。あ、これ直接手作業で運んでたんですか、うん、そうやね。もう。これは何なんですか。これ塩の花。って言って、まあ、塩が、ええ、なんていうの、固めて、湿気てるから、くっついてるわけですよ。ええ、こんなことになるんですか。うん、これでも、こっちのあれでも、サラサラっとはしてないでしょ。まあ、そうですね。うん、で、これを、また持ってきて、あ、みんなこう、運ぶんですね。うん、スコップに入れて。精製するわけですよね。なるほど。うん、まあ、こういう塩になれば大体、僕ら知ってる。最終的な塩の製品はこう。これ、うん、このお姉さん、なんかいい顔ですね。ああ。楽しそうですね。こっちが指導員やね、男の人。ええ、笑顔でこうやって、うん、はいはいってやってる感じ。うんうん、そうですね。人間とかいいんですね。う
で最後は朝鮮人参ですね。朝鮮人参ですね。はいはい、朝鮮人参。人参も、あの、朝鮮ではもう大事な産品。これは大人気アイテムでしょ。うん。もう日本なんかはもう、あの、朝鮮から江戸時代なんか輸入してたものの第一番は朝鮮人参やからね。これ種付けのシーンですよね。そうですね。だから、稲のあれと一緒、見てますね。うん、ね、その、日本でも、あの、朝鮮人参を買うために、あの、銀で、向こうは銀の、から銀で買ってたんやけども、はいはいはい、日本はあの最初慶長町銀って大体 80% ぐらいの品位の銀をあの町銀を使ってたわけです。なるほど。でそれで取引してたら、ええ、途中であの元禄とか何遍も改鋳があって改鋳したからね、うん、最終安政の時代には銀の品位は 20% なんですよ。あら、それぐらいどんどん悪なっていったんやけども、なるほど、そういう悪い銀ではあの売りませんということで、うん、それでわざわざね、そういう一般の日本国内で使われてる丁銀以外に、朝鮮人参専用の丁銀を日本でも作ったんですね。作ってたんですよ。それまで今度説明してくださいな、うん、そういうことがあって、うん、朝鮮人参はなかなかあの、あ、これが朝鮮人参か、うん、これも、あ、これもこのお姉さんもいい笑顔だよね。収穫したとこね、で こういうのは選別して、あ この人も、うん、運んでるシーンですけど、いい笑顔ですよ ね、 ですね。それだけ狙ってんのかね、うん、というレベルですね、まあ、これは、ね、でこれちゃんと箱詰めしてる、箱詰めしたやつ、うん、やつね、うん、ほう、うん、初版が昭和16年6月 かこの6ヶ月後に日米戦争が起こるわけですね。そうですね、なるほど、こういう本でなかなか面白いでしょ。面白いですね、うん、いやこれはいろんな人に伝えたいもんですね、うん、使いたいっていう人があれば、ええ、コピーとかまた差し上げますから、ええ、申しててください。韓国系の動画上げてる人、うん、使いたかったらぜひともツイッターか何かに書き込んでください。こちらの出店だけ上げていただいて、ええ、たら何もでも協力しますんで、よろしくお願いします、はい、あとですね、やっぱここ気になったのは、うん、結構ね、朝鮮の方のお仕事してる人間顔が生き生きしてますね、うん、これが結局ここに働いてることでみんな生活豊かになってるわけやからね、今までのその1000倍になる以前から言うと、ね、だから非常にそら楽しく働ける職場だったんだと思いますよ。なるほど、まあ、うん、全部が全部そうとは言いませんけど、うん、日本国が強制労働させてたなんて、うん、これ嘘っぱちでしょ、これやったら、うん、強制労働とは見えませんね。ほんでちゃんと給料も2倍以上上がってますからね。上がってますね、うん、まあそもそもこれ自体が、うん、よその国に出すためのものなくて、自分とこの内部資料ですからね、日本人の日本の、内部資料ですからね。内部資料でそんな嘘はつかんでしょ。うん。だから、工作高とか、そういう具体的な資料も出てますしね。なかなか、貴重な資料貴重だし、当時の世相がよう分かって、素晴らしいものだと思います。うん、で、これは非売品ですから、そんなに、私もこれ以外売り物見たことないです。ネットで調べても出てこなかったです。うん、私も、文献はもう、神田の府の本屋とか、もうあらゆるところ探し回ってますからね、見てますけど、これ一冊ですね。これ昭和16年版ってあることは、その前のやつとかがあるんじゃないかと思って、ええ、で探してるんですけど、ね、ないですよね、うん、これ一冊きりですよね、ええ、まあ、そんな感じで、まあ、今回の動画は終わりにしようと思います、はいはい、韓国とかこういう当時の写真が欲しい人がありましたら、うん、ぜひ申し上げてください、うん、できる限り、うん、お譲りいたします、うん、ありがとうございました、うん、バイバーイ、うん。